アピタ・高山店は愛知県と橋市高山町にあるユニー株式会社の GMS 型ショッピングセンターである。1975年5月にユーマート・高山店が開店したのが始まりである。このユーマートは大型駐車場を備えた低層型の建物に愛知県の東三河地区では初めて買い物カートを設置した店舗であった。開業当初は 食品の売上比率が40%を超えて、医療品などの比率が低かったものの、女性向けのカジュアル医療や子供服等の売上が伸びて、食品を上回るようになるなど売上を伸ばし、初年度売上高は当初目標の20億円を上回る約23億円を上げた。とりわけ、東三河山幹部からの顧客が駐車場不足の豊橋市中心部ではなく、 当店を選ぶ状況も開業初期から生じており、同年4月に地場資本の丸いを各店舗として開業した丸いとと、共に豊橋市の大型店の郊外化の先駆となった。ユニー公山店となった後に1996年10月に閉店した。その後建て替えにより売り場面積を約2.8倍、駐車場の収容台数も約3倍と、 大幅に規模を拡張して1997年9月26日にアピタとして再開店した。開店当初からハートビル法の認定を受けている。2000年2月期に101.242億円でユニーで9位の売上高を上げていた。豊橋市のスーパーではトップユニーでもベスト10位に入る売り上げを誇る有料店。建物の脇に腰や衣類などを収集する。 豊橋市リサイクルステーションが設置されていた。テナントはショップガイドを参照。ありがとうございます。